はい、こんにちは、僕くんゲームでございます。今回はですね、ユリアプレイ2018動画の方をやっていきましょうということでね、ようやくね、こちらの全員レジェンドスカットチムスピ99完成したので、試合の方をやっていきたいと思います。いやー、ちょっと時間がかかりましたね。まずですね、レジェンド選手を、スタメンとあとベンチ揃えるのに随分時間がかかったのと、プラスその中でサイドバックの選手ロベカル&サネッティね、ちょっと前に来たボックスガチャで来たので、それがあったからね、ようやくできた。だからディフェンスラインが本当に揃わなくてですね、ただようやく、ちゃんとした適正のところでね、全員レジェンドを使えるようになったんで、まあ、ちょっとオバメセンターバックにして、金色の翼の生えたオバメ、黄金の翼みたいなのやってましたけど、今回ようやく全員レジェンドということで、このね、黄金に光り輝くスカット使って試合の方をやっていきたいと思います。ではね、早速試合の方行きましょう。どうぞ。よし、ということでね、試合の方やっていきましょう。ということで、調子はファイヤードン。おー、いいね。フィーゴ絶好調で、ロマリオ好調ですね。あとは、北沢さん好調だったり、ジーコ好調。これ、北沢さんじゃあ入れていこうかな、後半。とりあえず前半はね、このままいって、頑張りましょう。お相手のメンバーが、クロップ監督で、4-3-3ですね。で、ロナウド、クライフにネイマール。中盤、カンテ、ビダル、パウリ、おー、熱いね。面白くなりそうですね。よろしくお願いします。ということで、ようやくね、完成したレジェスカ使っていきます。いや、マジ、サイドバックね、ロベカルとサネッティのボックス来てなかったら、ディフェンスがね、サイドバックが本当にレジェンド、全然いないじゃないですか。攻撃はいるんだけどね。それでよ、ありがたかったですね、あのボックスは。だから本当に。さあ。どういうタイプ系かな、これ。いやー、無理か。あー、うまい。いやー、カンテ怖えな。よいしょ、ベーコン。ああいうなんで、うわ、マジか。ここで丁寧にコントロール。フィーゴ、セイカツ。これ、ダイレクトループ。ダイレクトループ来た。これ、ダイレクトループ。ダイレクトループ来た。フィーゴ、ダイレクトループ、ファー流し。これやべえ。これめっちゃ気持ちいい。いやー、絶好調フィーゴ見せましたね、いきなり。あれがレジェンドのシュートというのか。フィーゴがね、なかなか使いやすいという。さあ、ここら辺は、これ!いや、いい。で、こっち。で、ファー。あー、違うな。ちょっとイメージと違った。ちょいとい、なんかね、惜しい。フィーゴ、うまい。いやー、それはうまいわ。マジか。うわー、うめえ。マジか。うわー、うめえ。うまいなー。いやー、まあうまかったね、今の。あそこ中央ちょっとね、点入れてからなかなかこう、リズムを刻めていない。いや、フィーゴいい。フィーゴ、もう一個。いや、そっちか。うわー、マジか。クライフよかったな。やっちまった。いやー、今いけたな。うわー、くそー。まあでも、オッケー。シュートね、あそこ、最後のところ、マジで惜しかったな。ということで、後半途中から北沢さん行こうかな。それまでは一応このメンバーで、かなりね、チームの状態もいいんでね。で、この方ね、多分サイドにボール入った時、裏毛はそんなにね、もう、サイドバックでがっつり当たってくるんで、フィーゴ、もしくはネドベドサイドからグイッとね、まあ、ワンツーでポンってやって、また中央開くと思うから、それ狙っていこう。中央プレスが早いんで、なかなかスペースがね、見つかんないんで、まあ、頑張っていきましょう。いや、うまいな、普通に。なんかね、使い方がうまい。
ロベカル頑張れ。いいクリバリ強い。さあこれまあうまい。ベーカム、あれずれると痛いな。まずい。おい、ナイス。最後集結だ。一回後ろも見よう。いや、フィーゴいいね。ちょっと待って、ちょっと交代したいですね。北沢さん入れたいです。いや、それうまっ。ちょいぐっちゃりになってる、ぐっちゃり。でどうしようかな。選手交代しましょうか。体力がないんで、とりあえず中盤ベッカムに変えて北沢さん入れます。運動量ね、運動量。そんでもってクライフに変えてマラドーナ、ロマーリオンとこうオーウェン行こうか。ちょっとオーウェンでラインブレイクしていく感じで、イメージとしては。あ、ただゴールキックどこ蹴ろう。ゴールキックどこ蹴りましょう、これ。迷うけど、もういいや。縦に蹴ろう。ワンチャン応援、勝ってくれ。それは無理だった。しかし、俺らには北沢さんがいるぜ。さあ、ナイボー北沢さん。はい、積極的に行きたいですね。いいね。いいね。開いた。いいゴー、ネドベド。いや、しゃー、ネドベドナイス。いや、いいとこ入ってきてくれ、今。あそこの外から中にね、で余ってる部分があったんで、いや、今の形でかい。北沢さんがね、うまくサイドのところでね、あ、サイドじゃない。真ん中で叩きながら散らして、ビエラがもう一回向こう散らしてからの、散らし寿司からの、もう一回こっちサイド持ってくるっていう。左、真ん中、右、真ん中、左。そして最後、左でフィニッシュ。いや、それは、フリット。サンキュー。さあ、北沢さん、頑張れ。運動量見せてくれ。それは無理すぎた。よし、ナイス。ちょっと待って、北沢さんのとこめっちゃなんか持ったら緊張するんだけど、なんでかわかんないけど。はい、やさら、どうなってんの。しかしマルディーニー、ロベカル、いや、これ完璧。いや、ナイボー、オーウェンいける、勝てる、ループ、よーっしゃ。いやー、でかい。オーウェンナイスだな、そこ。オッケーオッケー。今のうまく三角で、最後スルーパス。レジェスカ覚醒の巻。ナイス。よし、ということでね、4対1、レジェンドスカット。しかもフィーゴのすげえゴラッソあったし、またちょっと中盤、途中ぐらいかな、試合の。ちょっとやらかしてる時あったけどね、フィーゴこれ。これおしゃれだ、これフィーゴ。このクライフのフラスル、後ろ向きのボールそのまま決めるやん。いや、こう足首のひねり、今のすげえ、これうまかったな。これね、サイドから中央のところでクライフが、レジェンドが決めてますね。こっちも自分、まあこっちはレジェンドなんですけど、相手もクライフが決めて、ナイスフィーゴ。すいません、喉がおかしかった。これね、そしてフィーゴがさ、すごかったな、そして。ネドベドよくかわしたね、これ。ネドベドよくかわしてくれたわ。まあ、一発ね、ちょっとキーパー出てきたんで、少しだけカーソルをね。そして応援が最後ループで締めると。まあ、2019ね、だいぶレジェンドの中でも、フォワードトップクラスになりますからね。いやー、楽しかった。
はい、ということでね、今回皆さんね、ご視聴ありがとうございました。またですね、試合の方もガンガンね、やっていこうと思うので、ぜひ遊びに来てください。ということで、また会いましょう。さよなら、バイバイ。フィーゴ神。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプー